眠い。どうもこんにちは、寝坊をいたしましたということなんですけどございます。本日1月8日の金曜日なんですけれども、もう寝てる場合じゃないということで、すいません、こんな起き抜けの状態でね、ほんとごめんなさいね。こちらですよ。皆さんこれ見たことあります？見覚えありますか？多分僕と同世代の方だったら絶対1回見たことがある。もう知らない人いないと思うんですけれども、ウルトラマンティガの変身アイテムスパークレスですね。これですよ。こちらがですね、本日1月8日の11時から予約スタートということでですね、トブトラスカ史上初のポチりました動画を撮ろうと思います。じゃあやるよ。そもそもこちらのこのスパークレス、今からもかれこれ5年前に発売されたものでしてですね、ウルトラレプリカっていう、撮影用のプロップを忠実に再現した大人用のグッズの第1弾がこちらスパークレスだったんですね。ただもうウルトラマンティガって、我々世代からしたらものすごい人気じゃないですか。その変身アイテムがですね、これ当時3000個限定だったんですよ。こんなもんをね、発売したらもう10分かそこらで完売するのは目に見えた話でして、ほとんどの人が買えなかった伝説のアイテムなんですよ。涙を飲んだ方もいっぱいいると思います。ただ、見てわかるとこちら見かけ、外観はですね、レプリカっていう名の付く通り、もうすごい素晴らしい。ほら、光だったら、ああ、綺麗だ。ただ、性能が何分残念でございましてですね、伝説のクソアイテムと呼ばれてるぐらいの仕様なんですよ。そちらがですね、今年2021年はウルトラマンティガ放送開始から25年ということで、完全にリニューアルした新作が出るということですね。これはもう当時買えなかった人山ほどいますから、もう絶対売れると。ただ持ってる人は持ってる人で、これ仕様がとても残念なので、どんぐらいリニューアル改造されてるのかっていうことが気になる。絶対これ持ってる人も買うんですということで、今回は多分前回以上の戦争なんじゃないかなということで、なんか事前の情報では前回と違って数量限定ではないらしい。ただプレミアムバンダイですね、1回でも利用したことがある人は分かる通り、とてもサーバーが弱い。限定アイテムが販売されますよっていう、その予約開始の時間だったらですね、1分も経たないうちにサーバーが落ちるんですよ。毎回このサーバー落ちがもう風物詩なんですね、我々オタクからしたら。今回もね、どうせサーバー落ちなんですよということで、軽くですねスパークレンスの概要を説明しながら予約開始時間を待ちたいと思います。こちらがですね、スパークレンスの予約ページなんですけれども、こちらに写真がいっぱい載ってますね。これが多分その製品の写真なんですけれども、パッて見てね、多分前回のやつとあんまり大きな違いはないんですけれども、写真の限りでは。ただ、こちらですね、一番のポイントはですね、これ見てわかりますかね、この握り手つかの部分。前回はこれね、意味わかんない、一個一個手作業だからなのかな、個体差がある塗装だったんですね。今回はプリント塗装ということで、プロップのようなこの大理石の筋みたいなこの模様がきっちりとしっかり色味まで再現されてるらしいと。ここのね、この持ち手のこの塗装の個体差があるっていうのも謎だし、やっぱりその一個一個違うってことはプロップとやっぱり微妙に異なるわけですよ、この筋の入れ方とかが。ただ今回の新作はプリント塗装ということで、多分一本一本はしっかりとプロップと同じものが入ってるんじゃないかなっていうこと。あとはセット内容としては全然変わらないですね。台座の形もこういったなんかちょっと遺跡風のこれと同じものが入ってると。前回と違うリセットポイントとしてはですね、塗装と造形が見直されてると。この金色、羽の金色の部分の色合い見直し、それから発光色をリセット。前回のスパークレスはこの BGM ですよ。これが一番ね、波紋を呼んだの。止めたくても止められないんですよ。光り方はこういった白い白色 LED なんですね。今回の新作ではですね、写真と説明文を見る限り、ちょっと黄色みがかかったあったかい劇中のものと同じライトの光になってるっぽい。そして一番のねポイントはですね、これですよ、モードですよ。前回のやつ今見せましたけど、電源を入れたらその瞬間からずっと BGM が鳴り響くっていう謎の仕様なんですね。これがですね、次回のものはおそらくない。BGM が鳴るモードは鳴るモードでしっかり別に再現されてる。そして変身のね、音の流れ方、ポーズの音の一連の流れの音も全部入ってるっていう、変身音単体で鳴らせないっていうのもなかなか謎仕様だったんですけれども、今回の新作ではしっかりと3モードそのまま劇中再現、モード A、モード B、モード C ということでしっかりと分けられてる。で、前回なかった要素としてはですね、イービルティガの変身を再現したモードっていうのがなかなかマニアックというか、ファンのツボを押さえてるなっていう。たかだか劇中だって1回しか流れなかった変身シーンですよ。そんなそこもしっかり再現されてる。で、本編以降、ダイナ以降の変身シーンを再現したものもしっかりあるということでですね、中身の性能としては前回のプロップレプリカからだいぶリセットされてる気がします。なのでこれは期待が高まりますね。ざっくりとした概要はこんな感じですね。詳しくはページを見てください。あとはですね、11時を待つばかりでございます。
11時だ。予約します。ほら来た、もう来た、ほら来た。すぐ次のページに行かないんですよ。あ、来た、よしよし。まあでもこれはね、別に数量限定とかじゃないから焦る必要ないんですけど、うかうかしてると一時受注から二次受注に変わっちゃったりして届くのが遅くなっちゃって、やっぱりね、オタクたるものすぐに欲しいじゃないですか。ほら来た、ほら来ました、これよ、この画面よ。全く改善されてないな。果たして俺は無事にポチることができるのか。これはキビいでしょう。1分が経ちましたが、やはり繋がりませんね。これはきついか。ちょっともうやめてよ、やめて。俺このためにちょっと午前中休みにしたんだから、やめてよ。もうやめてって言ったらやめてよ。あ、来た。本当はですね、よく言えば使用用、鑑賞用、保存用って3つ欲しいんですが、来たよ。今んとこ順調ですね。いきます。やったー、久々にやった。というわけで、今年の7月、僕の誕生日、28歳の誕生日ですね、にこいつの新作が届くことで、おおよそ28歳アラサーの大人の買い物じゃない気がしますが、まあ気にしないことにしましょう。というわけで、無事に1本ポチることができましたので、ポチりました動画でございました。皆さん、ぜひともまた次回のプレミアムバンダイでお会いしましょう。バイバイ。